すすめアピア広報室、アピア広報の中井です。今回は秋田のアンバサダーの加藤さんに来ていただいております。秋田アンバサダーの加藤です。よろしくお願いします。お願いします。今回は加藤さんにこちらのパンチライン130を使った名セットをご紹介してもらおうと思います。パンチライン130なんですけども、パンチラインシリーズの中で飛距離特化モデルになります。 130mm36g あるモデルになります。このパンチライン130めっちゃ飛びますよね。そうですね、もう軽く、まあ、70はね全然余裕で超えてきますね。これを使うタックルについてなんですけども、個人的には M クラス以上の竿を使うと使いやすいのかなと思うんですけども、加藤さん的にはどういうタックルが使いやすい感じですか？自分の場合は、まあ、ここ最近は新しい風神ゼータのモンスターブレイク 98H と、あとオープンエリアでゆっくりやりたい、やりというより楽しみたいという時はグランデージの 106MH を使ってます。じゃあ今回は、それを使いながら解説の方していただきたいと思います。お願いします。お願いします。パンチライン130の特徴というのが、この平面の水受けを対応していることによって流れの強弱が非常に分かりやすいようなシンキングペンシルになります。どうしてもシンキングペンシルというのが非抵抗が弱くて、なかなか流れが強い弱いというのが分かりづらいものではあるんですけど、この平面の面を対応していることによって、パンチラインシリーズ、まあ、それぞれで言えることなんですけれども、誰でもこう流れがどこが強い弱いというのが分かりやすいような図案になってます。目に見えない流れっていうのをいかにこう掴むかっていうのが、このデーゲームであっても魚が釣れる釣れないのを左右するようなことなんで、パンチライン130の平面のこの水気があることによって、そのピンポイントっていうのを絞り出すことができます。他社でもこの130とかね、120ミリのヘビーウェイトのこう飛距離が稼げるシンキングペンシルってあるんですけれども、パンチライン130の特徴っていうのが、やっぱりこのバックスライドのこう幅、これがね非常にね伸びる、遅れる幅がやっぱ物によって全然違うんだけれども、やっぱりこうちょっとしたスラック出してやるとスーッとね真下に落ちることもなく、綺麗にこう奥の方に、さらに遠くのピンポイントに流し込むこともできるし、シンキングペンシルってどうしてもスラロームアクションのシンキングペンシルがメインで、まあ確かに泳ぐだけれども、パンチライン130の特徴というのが、ゆっくり巻くとバタバタしないロールのアクションで、ロールのアクションというのはそのピッチがあって、どっちかというとそのタイトなね、ほんと細かい感じのロールのアクションを演出できる、地合いじゃないタイミングとかで強い泳ぎを好まないような時間帯で口を使わせるようなこともできるし、流れを感じながら巻き取ったりとか、レンジキープの速度域で巻いてるとスイングのアクションでね、それなりのアピール力も強く出せるようなルアーで、一つのねこのパンチライン130でいろんなアクション、そしてまあ飛距離とかいろんなねポイントでアプローチできるのが、すごい自分としても使い勝手がいいところですね。パンチライン130、まあ 38g あるんで、柔らかい竿というより 98H とかゼータでも MH クラスのロットキャスト数にこうバシッとこう綺麗に弾き出すようなイメージ、まあ MH 以上のパワースペックのロット、まあ使う場所によるんだけれども、自分がメインで使ってるのはサーフ磯周りなんで、9フィート後半からまあ11フィートとかね、ある程度長いロットの方が飛距離も出るし、ゼータシリーズってすごい振り抜けのいい竿が多いんで、よくね11フィートとかある程度長くなってくるとウエイトをこう乗せてから放出するような設計のロットが多いんですけど、ゼータシリーズってこう弾き出して飛ばせるような、そうすることですごい距離がさらに伸びるんで、そういった使い方ができるロットだとなおさらいいと思います。正直ロットでも全然使えますね。ブラックフィン 102HC、 あれで指導会の時パンチラー130投げたんだけど、全然ストレスなくねバシッとね投げれるんで、各地域で青物回遊して、でメタルジグでこう青物を釣ってる時の場面で、メタルジグで食わないなブラって当然あったりとか、火星によっては普通にはプラグの方反応がいいんで、そういった場面でねパンチラー130一緒に持っていくと活躍するかとは思います。どういう場面で使いやすいとか、目の質問。そうですね、まあ結構パンチライン130これ使う場面っていうのが、こういったこうサーフエリアの離岸流になじませたりとか、沖のこの瀬とか砂だまりとか、そういったところにこうアプローチするとき、あとイソマルとかさらしになじませる釣りとか、ウエイトの割に巻けばちゃんと浮き上がってくれるし、泳げるルアーなんでドリフトの釣りにも向いてますね。
つけてるフックも結構大きいフック、まあ2番か、そのくらいの大型のフック搭載してるんで、大型の青物とかシーバス、あとマダイとかもね、かけても全然楽に相手できるんで、海洋の釣りでは自分の中では一軍ルアーとして使ってます。どういったベイトの時に効果的ですか？自分のこのパンチライン130のその実績としては、やはりあのカタクシイワシ付き、あとキスマリアではワンドの中からそのサヨリが払い出すんですけれども、そういったそのサヨリの移動に伴うそのサラシのボイル打ちとかに結構パンチライン130は使ってます。今シマノの4000の XG 使ってるんですけども、このくらいの速度で巻いても全然レンジが下がっていかないというか、ゆっくりアプローチできるのも一つの特徴。当然テンション抜けばポールはするんですけれども、ポールしたいときはスッとねレンジ下げることもできるんで、それがこのパンチライン130の基本的なメソッドというかね、自分結構レンジ刻んだりとかして使うんですけど、こうレンジ落としたいときはポール入れてやって、まあストップアンドゴーみたいなね使い方もね、サーフでは実績が高いですね。あとはこういう波打ち際というか、浅いところで自分投げてるところで水深多分1メーターないとは思うんで、そういったところもこんくらいの速度で巻いてもね、ボトムをズルズルこう削ってるわけでもないんで、ね、こういうシャローのところでもウエイトの割には使いやすい、それがパンチライン130で。使えた時って今中心なの？うん、パンチライン130、これバックスライド気味にして落ちるんで、ちょっと流れあるところとか水深あるところだと、まあ、キャストしてこうベルを返してで、バックスライドで送り込んでやって、でどうしても飛ぶんだけれども、さらに沖の流れを攻めたいときにバックスライドでさらに遠くのピンポイントに送り込んでやって、そこから軽くこう跳ねさせてもいいんだけど、そこからこうただ巻き後輩を探れた方がいいんで、バックスライドのその性質を生かしたさらに遠くに送り込んでアプローチしていく、そういった釣り方ですね。あとは魚も常に表層を意識してるわけでもないんで、そこでバックスライドさせながらそうレンジを刻んでいくような感じ、当然あのボトムとかね中層とかね、いろんなレンジをこう探ることもできるし、どうしても今あのカタクチとかあまりこう動きがないんですけれども、そういった時はちょっとした流れとかあるところでね、その中層のドリフトをダラダラってさせるといきなりね口使ってくれたりもするんで、そういった使い方、このアクションっていうのがね、結構スローで巻くとあまりこう振りの少ないロール系の泳ぎなんですけど、結構早く巻くとねしっかり泳いでくれるんで、その日の活性によってのそのアクションの使い分け、パンチライン130ってのはこんくらいのね速度域でほらちょっと尻下がり気味なんだけれども、その中でもね細かいピッチでロールしてくれるんで、スイッチに入りづらい魚に口を合わせることもできるし、こんくらいの普通にレンジキープの速度域がまあ少し上がるくらいでやると、まあしっかりねまあそのスイングというかスラローム気味で泳いでくれるんですよ。細かいピッチのロールの泳ぎプラスロールはロールの泳ぎでもできるし、このスイング系とかねこのスラロームみたいなこういうアクション、それもねしっかり演出できるのがパンチライン130の特徴でもあります。大きい130ミリクラスとかのねヘビーウェイトのシンキングペンシルっていろんなメーカーさんあるんですけれども、このパンチライン130ってのはやっぱりこのバックスライドの幅がすごい伸びる。はい、では今回は加藤さんにパンチライン130を使ったメソッドを教えていただきました。今回紹介させてもらったパンチライン130は、これからの時期カタクシイワシの接岸だったり台風の絡みでのうねり、そういった感じのタイミングでシーバスもバンバン釣れるので、ぜひ試してみてください。はい、では今回はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とコメントよろしくお願いいたします。ところでドルフィン加藤って何だろう。ドルフィン、あ、ドルフィン加藤ってあの名称が、運河で釣りしてて要はその新品にかかったんですよね。でその先の先端がイルカの顔してたんですよ。それ俺 Facebook 投稿でこうやって釣れちゃいましたみたいなのをやったら、ドルフィン加藤って名前がもう定着しちゃって、予想をはるかに超えてくる。